橋。なんか拓郎って作品変わってもあいつは青鬼になる運命なんだな。ね、三河死ぬし。みんななんか生存しないね。生存ルートがなくない？たけしは首吊るし。たけしは死ぬしな。ここまた。ここ逃げ部屋だけでいいのかな？ベッドいじいじする。ある、ベッドいじいじ。あったー。うぃー。地下に行けんのかな、俺で。このね、階段あれじゃん。ポケモンダンジョンの階段と一緒。お？そっか。あら、ボタンあるね。何ボタン？爆発ボタン？緊急脱出ボタンだ。スイッチのようだが動作はしていない。全部つけるようにしないといけないのかな。ボタンを押してみた。ボタンを押してみた。多分ボタンがないんじゃないの？ボタンつけて。ボタンをどっか、なんか光ってるとこあったんだよね。さっき拓郎に追いかけられてるときに。サボの時に見つけた俺。それ上。上の真ん中なんかない？なんかあるわ。書いてある。これでしょ？それ。バールで、あれだ。もう違う。もう違うよ。バールで下げるんだよ。もう違うよ。これ違うよ。だから高くて手が届かないんだよ。もうやるよ、じゃあ。もうお前がそんな言うなら。なくなったし、バールついに。じゃあ俺らのバンドアイテムなくなった。終了のお知らせ。やっぱでも全部のアイテム使ってるな。な。お前の好きなこれも。絶対使うから、後で。これは使いません。メモ用紙。バール使ったね。な。でね、これ外にあったんですよ、ほら。あ、ほんとだ。これ見つけてた。金具。あ、スイッチだね。なんか乳首みたいな。だるお前。俺に勝てると思うんだけど。やべ、俺ノーマル青鬼ね、あれ。うん。うん。なんで扉の前で反復横跳び始めるんだよ。もう、扉吸い込んでくんねえ、俺のことは。ほんとだ。うん、任せろ。なんかこの移動がいやらしい。マジあのギザギザ移動。鍵移動？そう。だからそのまま真っ直ぐは楽でじゃん。ちょっと1マスずれんのがね。2マスとかの方が楽なんだよ。繊細な操作が必要だ。急にはできんよね。OK。もう終わりに近づいてるだろ、これは。ここのスイッチじゃないべ。ほぼ終わり。あれ違う？形違うべ。違くない？このスイッチなんかボタンみたいなスイッチじゃん。ほんとだ。このなんか乳首レバーじゃなくない？乳首レバーじゃないのか、ここは。あんくらい乳首でかくてもいい。どういうこと？ノーコメントでいいか。あ、なんかそこもくぼみあんね。真ん中らへん。ほんとだ。まあ、部屋も行ってみるか。おぉ！なんかある。雨で見れない。なんもない。鍵かかってんかい。お、なんか鉄格子あるね。あ、ないですか？鍵がかかってる。え、じゃあなくね？え、でも真ん中になんか流れてた。これか。青、赤、黄色、青、黄色。なんだ？違う、それ、真ん中の俺、石のことに。あ、これ？うん。これおかしい、明らかに怪しくね？スイッチのようだ、動作。やっぱり。レバー？レバーだ。で、これで赤、青とかやんだ。なるほどね。やっぱじゃあ、あそこなんか下げようよ。ね。レバー、スイッチ。さっき拾ったスイッチ使うのかな？やっぱり。それでもなんか。押してみる？どうやってこれ金具でやんの？ダメだ。俺も思った。ダメ、なんかできないよな。今あるボタンで頑張る？赤がないよね、でも。でもつかなかったよね、あのボタン。赤じゃないもんね、スイッチ。そうなんだよ。青いレンズ？違うって。ボタン押してみた。でもそういう感じなんだろうね。赤。うん、ね。赤がないよね、ボタン。
これを正解するとこのレバーがガチャンって下がる。ある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 。そのためにはボタンを見つけないといけないんだけど。赤いボタン欲しくない？携帯電話は。やった。機械に取り付けるって、どっかの機械に取り付けるって。見えないだけでなんかあるんじゃねえかな。いっぱいじゃないんだっけ。ここに取り付けんじゃない。あ、それだ。頭よ。あ、前ドライバーそれ何それ。それなんかあるよね、明らかに。なんか絶対ある。ドライバーやってみるか。あ、なんかガチャコンがしそう。ここもアイテムだなぁ、多分。なんかあるよね。ある。今持ってるものじゃない。ダメと。暗くて見えねえんだよな。一気に。あ、なんか右いないこれ。どこ。ほんとだ。ナイス。それマジナイスだ。なんかあったよね、でも。よく見えたな。いや、めっちゃ今画面近づいてた、俺。雨ずるくない？そう。見えなくなっちゃうよね。で、覚えてる？色。まだだべ？あ、色これ押すんだ、ボタン。で、つけて、赤、赤、青、青のやつやるんでしょ、また。赤しかないよ。なんで、黄色じゃん、それ。これ、黄色？それで、青じゃん、それ真ん中。あ、そうなの？うむ。じゃあ、俺さ、上の段覚えるわ。オッケーオッケー。青、青、赤、赤、オッケー。いや、お前、簡単じゃねえか。違う違う、しょうがねえじゃん。上下で分けようって言ったのお前だろ。言ってない。俺だ。言ってない。すべてお前が決めた。いや、待って、ちょっと静かにして、今覚えてるから。青、青、赤。いらないだろ。オッケー、いいよ、俺は。赤、黄色、青。早く行くぞ。赤、赤、青、青。もう覚えた、俺。完璧。上も？上も全然覚えてる。赤、赤、青、青。だって簡単だもん。青、青、赤、赤で。青、赤、赤、赤、黄色、黄色、赤、青じゃなかった？青、え？お前自分の場所は覚えろよ。青、うん、黄色、うん、赤、え？なんかいろんな音だったよ、なんか。ボタンの在庫から何か落ちた。秘密の鍵だって。あ、鍵閉まってたとこあったね。色で終わってた。え、なんか間違ってるぞ、多分これ。苦笑い。で、鍵閉まってたとこあんね。そこが秘密の部屋か。ハリーポッターと。これ、ハリーポッター。見たことないだろ。あるわ！こいつバカにしてんだ。俺、炎のゴーブレットまで見てっから。ゴーブレット。ゴーブレット。俺まで見てっから。なんだ俺、光かこれ。眩しい。お、ポットライト、ポットライトからの。あ、なんか下がってる、下がってる、下だ。え、なんか向き変わるんじゃないこれ。ポットライトイジイジしてカチャカチャやってれば。え、下、上、下、上ってこと。あ、なんかあるわ、ここに、ほら。スイッチのよう。だから、乳首、乳首レバーじゃない？レバーを取り付けるのか。うん。で、どうすんの？上方向に切り替えた。上。下。あ、これ、全部上にすんじゃない？上方向にして、うん、これも、上方向に全部統一させるみたいな。これどっかになんじゃない、あの秘密のなんかが。あー、なるほどね。上、下、下、上みたいな。またどこだ。え、この台座は結局台座なの。スイッチあんだよね。また、またスイッチあんの、うん、どんだけスイッチ欲しいの。え、他になんかあった。スポットライトってどこにヒントあんの？ね、これやった。で、秘密の部屋で開けたらスポットライト、乳首レバーを入れた。スポットライトの部屋の謎は解けない。
これもまた、あれか。え、あれ開けれるようになるのかな、さっきの赤いレバーのやつ。あの、青のとこ。なってんのかな。あれ欲しくね？あれをここにつけんだと思う、そこの。豚の鼻のとこ。豚の鼻。豚もだでらげんよ。うん。な、どうやって、取れない？これさ、謎だよな。できないんだよ。アイテム足りてないよ、俺ら。この棚とかにももうないよね。何回も見たよね。ボタンもちゃんと押したしな。押して秘密の鍵もらったんだよね。え、スポットライトってなんかヒントあった？ない。マジでない。あった？え？メモ用紙。ちげえよ。もう、絶対それ使わねえから。使ったらお前にチンチン見せてやるよ。ほんとだな？うん。なんで喜んでんだよ。奇跡的に違うやつ、ね。これはさ、どうにかしね。何です？あ、ドライバー。え、あった？ほら。え、なんか矢印あるじゃん。あ、ドライバーじゃん。マイナスドライバーだ。マイナスドライバー。さっきやんなかったお前。わかんねえ。やってないかもしんない。マイナスドライバー。よくわかったね。それだ。見えた？見えた。お前もう青鬼、もうなんか、第2級ぐらい持ってるだろ。資格。資格、何人使えるのその資格。ね、青鬼で、なんか、3ができる。どんどん上のできんだ。そう。で、1級とか持ち始めるとね、もうなんか、後輩育成できる。青鬼初見のプレイヤーと一緒になんか。教師免許みたいな。そう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 。教育免許か。で、さっきのところにつけるわ、俺。だよね。これだ。これはそうだよね。あれ取れないのおかしいもんね。これは明らかにつけれるもんね、ここ。なんでさ、こうやってタップしたとき、くぼみがあるとか言わねえんだろうな。これ。これ結構ひどくない？何かが作動して始めた。外じゃない？本当に？外のスイッチだよ。え？これ。よかったらぶっ殺せよ。え、そんな怒る？ほら。上方向に切り替えた。上方向に切り替えた。上方向に切り替えた。上、全部上にすんじゃない？上。上、上、上、上。もうマリクがエネミーコントローラー使っちゃってバグっちゃってんじゃねえかよ、お前。これ8個じゃん。これも8個だ。俺も思ったの。もう一回使う？同じの。でも8個。同じギミックを。でも8個なの。もう一回ボタン押してみてる。ガチャガチャ。ボタンに上とか書いてあるのかな。ね。ああ。あ、押せなくなってるわ。何のあれなんだ、なんかどっかに書いてあんのかな。青白いレンズ使ってないもんな。青白いレンズだわ。わかったわ。ああ、あの光ってるところか。光ってるところに青白いレンズ入れると何か見えるんじゃないかな。ええだ、冴えてるね。でしょ、この色にさ、レンズかぶせると違うのが見えるとか。なるほど。うわぁ、すごいよ、俺。もうなんか自分で言って自分で鳥柄立ったんだけど、今俺どうすればいい。やば、俺だ。自分惚れ直しちゃったわ。でもどうやってさ、自分と自分でキスすればいいと思う？気持ち悪いこと言うなよ。突然。かっこよすぎてダメだわ、俺。お。上、上、下、上、下、上、上、下、下、上。なんかピッピ思い出したわ。じゃあ俺一番下だけあれするわ、覚えるわ。一番下の人は真ん中も覚えないとダメだよ。ないよ。じゃあ、ま、マジでいく。じゃあ俺マジでいくよ。上上下上下上上下よ。上上下上下上上下。 OK、 覚えた。形で覚えた方がいいんじゃない。うるせえ、タコ。3個もなくね。なんだろう、あっちが3個か。あっちあっちあっち。喋りかけたんだよ。上上下上
上、上、下、上になってるよ今。なってないべ、下。ここなってるよ。そう、下。ほら、ほら。なっちゃうんだよ。それは上じゃん。で、で、下。あ、もう一回通さないとダメなんだ。押しとけ、タコ。あ。下、上、上、下。お前こっち覚えとけ。下、上、上、下。下。うん、ね、あっちもできてたわ。俺できてたんだ。適当にやって全てのスイッチの動作が停止したって。どっか開いた。セーブします。上じゃないかな。あの鉄格子だよな。いやー俺冴えてるわー。ないい相方持ってよかっただろお前。ここ上だべ。上の鉄格子、うん、ここだと思う。おっいいね階段。うわ、もうなんか脱出。これなんか逃げますね。なんかありますね。そう、上にあるね。ルートだな、多分。行き止まりがある。全部行き止まりだろ。何これルート。うん。多分なんかのルートなんだと思う。行き止まりなんだけど。やべ。いや、頑張ります。頑張ります。俺、こういうところ泥系得意よ。いや、俺もだよ。こういうのはね、結構ね、遠回りしていくんですよ。なんで合ってたのに最初。最後の手柄お前が持っていくのか。脱出もうここまで来たらいけますよ、うん、やっぱあの地図が全て語ってたわ。サボちゃんこれ地図通り行ったわ。本当に、うん、地図見てみ。意味が分かったわ。この説明するわ。説明しよう。このあれなんですよ。あ、見たくじみたいなもんです。あ、なるほど、うん、あっここが道なのね、この細いのは。でてててって感じでしょ。で、3つあると。そう、 OK、 3つありますと。真ん中が OK だからね。で、右行って左ね、次で、左で、下左。ちょっと、ラグで右か左か。左、左、左でやったわ。はい、罪でーす。みみみみみみみ。まだまだ諦めん。はい、罪。左か。もう俺分かったわ。てか、行くぜ。挑戦だ。第3回目。J のターンだ。こういうのはね、あの近くにある道を遠回りしなきゃいけないの。わかる？サボさん。どういうこと？だから目の前のルートは一回、行かないんですよ。こうなんですよ。わかんねえ。言ってることが。やばいやばい。一回ね、上にカーソル持ってきて。で、下なんすよね。ここはまっすぐなんだ。ここはまっすぐなんです。あ、来た。逃げられたよ。え？セーブする？脱出じゃね？もう。セーブ？セーブ。セーブしよう。これ使ってないよ、まだ。持って帰れるみたいな。あの、思い出の品？得点。得点いらな。逃げれんじゃん、もう。あった。おーい！おい！おめでとう、クリア。俺が最後クリアしたか。いいな、二人でクリアしたで。俺が最後クリアした。で、結局みんな置いてくんだ。そうだね。いや、頑張ったんじゃない俺ら。結構早いよな、絶対。割と早いと思う。で、攻略見ずに頑張ってね。無我夢中で走っているうちに街に出た。化け物はもう追ってこなかった。この日の出来事は僕は誰にも話していない。拓郎たちは今も行方不明のままだ。ゲームクリア。おお、あ、来た。ランクは？てん。D ランク。セーブしすぎなんだろ。セーブとかあんの？歩数もあんだな。じゃこれセーブ一回しとくか。これクリアしたし。おお、よかった。終わったね。いいんじゃない？本当に攻略見ずにね進めて、うん、よかったんじゃないかな。じゃあね、青鬼は終わったけど。まあ、またね、他のキャラでやってもいいし、これからもね、いろんな、このアッパーアッパーゲームズのね、ホラー枠として、いろんなフリーホラーだったり、ホラーゲームも、ちょくちょくやっていこうかなと思うので、そちらも見てください。あざしてー。あざしてー。